意味がわかると怖い話、足売りババです。それではどうぞ。ねえ、知ってる？足売りババ、知ってる。知ってる、足いるか、って聞いてくる大きな風呂敷背負ったおばあさんでしょう？そうそう、いるって答えると、風呂敷に入っている足を、無理やり縫い付けられて、三本足にされちゃうの。いらないって答えると、足を一本切り取られて、切られた足は風呂敷の中に入れられちゃうんだって、怖いよね。回避する方法は確か、くだらない。そんなことを思いながら、係の仕事をしていた。今はだいたい4時少し前、教室に残っているのといえば、さっきから噂話に花を咲かせる女子数名と、係の仕事で残っている僕ぐらいだ。そんな僕も仕事を終え、教室を後にし、帰路に着いた。ついこの間までは、放課後はいつも、同級生の池田と一緒に近くの公園でサッカーをしていたけど、ある日を境に顔も見なくなった。そんなことを考えながら、通学路を歩いていると、足は、いらんかね？振り向くと、そこには大きな風呂敷を背負った老婆が立っていた。出た。本当にいたんだ。そこでさっきの噂話が、思い出される。回避する方法は確か、私は、いりませんけど、〇〇さんは、いると思います。って言うんだって、ちょ、それって、ひどくない。あんたあっても私のこと、売らないでよ。僕は、いりませんが、三丁目の池田くんはいると思います。ひひ、お前は我が身可愛さに友達を売ったんだ。その罪悪感を背負って惨めに生きていくがいいさ。男の子が何をするでもなく、ただただ机に向かっていると、背後から、ひひ、振り返ると、足売りババア、足はいるかい、いります、ひひ、恨むならあの子を恨みな。我が身可愛さにお前を売ったあの子をね。そこまで言って、振り返った男の子を、見た足売りババアは、残酷なまでに楽しげな表情を凍りつかせ、言葉を詰まらせた。僕はまた、みんなと、その日以降、足売りババアは、僕たちの町には現れなかった。それでは解説です。片足がなかった池田くん。語り手は池田くんに片足を送るために、足売りババアを利用した。足売りババアも、池田くんを見た途端に気づいたようですね。またサッカーすると指弾につながるとは思いますが、物語の情報が少なすぎて、無理あるお話にも思えます。あなたは、どう思いましたか？それではまた。